ジョージ・キューカー、ジョージ・デューイ・キューカー、1899年7月7日から1983年1月24日はアメリカ合衆国の映画監督。ニューヨークでハンガリー系ユダヤ人の家庭に生まれる。子供の頃から舞台や映画に興味を持ち、高校を卒業後、シカゴの演劇界で舞台女監督として働く。歳の時には、 ブロードウェイで舞台俳優兼監督として活躍し、エセル・バリモアやエミール・ヤニングス主演の舞台を手掛ける。しかし、トーキー時代に入り、役者のセリフの喋り方を指導しなければならなくなり、ブロードウェイの若手演出家として注目を浴びていた、キューカーに白羽の矢が立ち、1929年にハリウッドへ招かれ、1930年の西部先生以上な詩をはじめ、 パラマウント映画のトーキー映画のダイアローグ監督を務めて実力を認められる。翌1931年には雷親父の共同監督を務め、翌1932年の心を汚されし、女で映画監督として本格的にデビューした。その後、大物制作者のデビッド・オーセルズニックと出会ったことがきっかけで、1931年に、 パラマウントからアーコ社に移ったセルズニックと共に、キューカーも移籍する。まず、キューカーは、ブロードウェイの人気女優だったキャサリン・ヘプバーンを、ハリウッドに呼び寄せて、彼女のハリウッドデビュー作、愛のオを、はじめ、若草物語、ダンソなどを、ヘプバーン主演映画を、次々と手掛ける。1933年、セルズニックが MGM に移ると、 旧カーも MGM に移籍し、グランドホテル形式映画、晩餐八時、チャールズ・ディケンズ原作の、コジ・ラビド物語、ノーマ・シアラー主演、ロミオとジュリエット、グレタ・ガルボ主演、椿姫などは大作を手掛け、1938年には、コロンビア映画に貸し出されてヘプバーンとケイリー・グラントを起用した元らしき休日を監督した。個性的な演出スタイルを持たなかったが、 コびのない誠実な姿勢で拡張の高い作品を世に送り出し、また舞台出身者だけに俳優の魅力を最大限に引き出す演技指導の名人として手腕は長けており、特に女優の魅力を引き出すことに関しては右に出るものがおらず、出演者のヘプバーンやガルボをはじめとする多くのスター、女優たちに支持されていただけではなく、スタジオ上層部も女性映画なら、 キューカーに任せろとまで言われるようになった。1939年のオズの魔法師にリチャード・ソープの後を引き継いで監督として指導に当たる。しかし、超大作、風と共に去りぬでセルズニックに監督として引き抜かれてしまう。その間でも彼はジュディ・ガーランドに適切なアドバイス、例、赤毛のカツラをつけることを行ったという。また、 風と共に去りぬでも、セルズニックと監督方針や脚本面で折り合いがつかず、特に出演女優のビビアン・リーやオリビア・デ・ハビランドばかりに気を使っていた、キューカーにクーク・ゲーブルが不満を漏らしたのがきっかけとなり、1ヶ月ほどで別の作品に移ってしまうが、女優の指導は密かに彼が行ったという。結局二作品とも監督としてクレジットされたのは、ビクター・フレミングであった。 1940年代に入っても、女性を主役に据えたドラマやコメディを作り続け、ガルボの引退作となった、奥様は、顔が二つ、ノーマシアラーとジョーン・クロフォード主演の、女性たち、ヘプバーン、グラント、ジェームズ・スチュアート主演の、フィラデルフィア物語、イングリッド・バーグマン主演のサスペンス、ガストー、ヘプバーンとスペンサー・トレイシー共演の、アムシとマダムなど、発表。 女性映画の巨匠として、格好たる地位を築く。1947年のグリアガーソン主演のディザイアーミーでは、作品の出来に満足できず、クレジットから名前を外すようスタジオに要求し、映画は監督クレジットなしの公開となった。1950年にスクリューボールコメディボーニーエスタディ、1954年に、ウィリアム・エイ・ウェルマン監督作品のリメイク、スター誕生で、 当時落ち目だったジュディ・ガーランドに再び脚光をよびさせる。60代になってもその才能は衰えを知らず、1960年にマリリン・モンローとイブ・モンタン共演の恋をしましょう。そして1964年にはブロードウェイのヒットミュージカル、マイ・フェア・レディオ映画化、主演にオードリー・ヘプバーンを起用して大ヒット、そしてキューカー自身も唯一のアカデミー監督賞を 獲得する。1975年には、米、初発の合作映画、青い鳥を、エヴァガードナーとエリザベステーラーの共演で手掛け、1981年には、ジャクリーン・ビセットの依頼で、女性映画の家作、ベストフレンズを、縁、82歳という老齢にもかかわらず往年の優雅な手腕を披露して、話題を集めた。また、キューカーは、アルフレッド・ヒッチコック、 ジョン・フォード、ルイス・ブニュエル、ジョージ・スティーブンスなどの名称の映画制作を陰ながら支えていたと言われる。俳優の持ち味を最大限に引き出す監督として有名である。彼の作品で高い評価を得た俳優として、キャサリン・ヘプバーン、10本の休暇作品に出演、ジェームズ・スチュアート、フィラデルフィア物語でアカデミー賞受賞、ドナルド・コールマン、二重生活でオスカー受賞、 イングリッド・バーグマン、カストーで、オスカー受賞、ジュディ・ホリデー、ボーン・イエスタデーで、オスカー受賞、ジュディ・ガーランド、オードリー・ヘプバーンなどがいる。監督作で俳優が、アカデミー賞に、ノミネートされたのは21名に及ぶ。キューカー本人は、若草物語、フィラデルフィア物語、二重生活、ボーン・イエスタデー、マイ、フェアレディで5回ノミネートされ。 最後のノミネート作でついにアカデミー監督賞を受賞。彼がゲイであったのは公然の秘密だった。このことは、ゴッドモンスター、1998年でも触れられていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。